あ、なんかこれテレビで見たことあるぞ、ここのラーメン屋。あ、そう。うん、そういえばなんか3月ぐらいに閉まるとか。おしゃって言うてくる。いやいや、このラーメン屋って知らんかった。おしっこして、おしっこして。どうぞ、うん、これ U ターンするんか。あ、まっすぐ、まっすぐ行って帰れるで。ちょ証明したんやけど。うん、して、立ちこけもしてえで。勘弁してくださいよ。どこ行くかちょっと決めへんか。あ、飯を食うとこな。ああ、ちょっともうか。そんなうまくいくことはないわな。せやな。臨時休業やで。ああ、食いたかったな、なんかそんなんやったら。なあ。うん。こういう、それこそツーリングで来ましたみたいな、なんかええやん。残念。これは今どこにおるんかもわからん。寒い。で、いや、まだあの、まだあの、線が、この作業がもう、めんどくさいな。俺も電池式にしようかな。これ、いいよ。あったかいか？今は、今はな。何やすか、なんか含んだな。いや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 。お前、12時間嘘ちゃうやんかな。ああ、寒いな。コーヒーだ。うん。おお、そういうこと。よいしょ。行ってよ。ああ、これまた地図が北が上なとは。北上やりにくいやな。見にくいな。では行きます。あ、俺が先頭？うん。はいよ。行くよ。行くぞ。じゃ行きます。これ見にくいな、左か。次。あ、さっきのラーメンなんで3点のかもしれない。美味しいんやろな。あ、なあ、なんか将来こういう仕事したいな。どういうこと？なんかこうええやん、こういう田舎でさ、感じ休みたくなって休んで。これどうなってんの道？この上上がりたい。おお、上上がるんや。まだ顎ひもしてないからあんまり出さない。顎ひもしときよ、危ないよ。これ右やな、次右や。お、なんかかっこええな、こうミラーに映る一音 R が。俺のウインカーついと、右ついと。またちっちゃいのった。いや、もう前からこれやけど。これ前からやったっけ。うん、あれ前なんか回転はった、なんか純正に戻したとか言うてなかった。うん、それはテールランプのことな。あ、そう。ウインカーはもうほんまちっちゃいな。その一音 R とかしてもお金いるんかな。いるやろ。分かれへんのじゃん。なんで？え、結構ボロボロやから。一応なんか傷いっぱいチェックしとったね。あ、そうな。多少やったらわからんかもしれない。と21分で着くわ。気持ちええなあ。手の先が冷たい今。さっき止まっとう間に脱いどったやんか。脱いどう間に手あったかって言った瞬間、あ、バッテリー式ってこういうことか。なあ、つけとけるんやろ。赤にした。赤なんかすることないけどな。これどうなん、どうなったんこれ。え、これ左行きたいんけどな。左行こう。左やな。左やわ。そうやな。うん、右行ったらあの大台ヶ原とか行ったな。あ、そうなんや。今日中に帰られへんやんけって言っとった道に。すごい道通らせるな。これって右行ったら紫だから。あ、そう。これ右やで。次これ右で紫。すごい川やね。しかし今日のコースやったらこれ、ん？14R である理由はないな。ないな。24R でよかったじゃん。ああ、CBM の中だついてこられへんで。お前そっち出てないよ。こうやって引っ張られたら。ああ。さっきの追い越しなんかでもそうやな。ああ、そりゃ400だしんどいで。ああ。よかったらええじゃん。そうやな。でも俺ら高校の時こんな向いてなかったと思う。ということはやっぱり抜けるバイクに乗ったっていうことだよ。ああ、危ないな。危ないな。あ、人出てきそうやな。人が出てきそうな気がしない。なあ。なんか押してそうやろ、なんかの。じじい遅いから大丈夫ですよ。めっちゃ速いじじいおるかも分からへんで。通らへんし。行っても大丈夫だ。ただおっさん。次右に行かなあかんね。うん、右に行く。これが紫の道だ。
これ紫。へえー、なんかこんな街中っていうかこう人が出てきそうやのにな。そんなん考えてないじゃん。ああくねくねしとったら。くねくねしとったら信号なかったら紫なの。そうない。人とかジジイとか関係ない。ジジイ関係ない。あらガソリンどない？だいぶ減ってきたね、半分ぐらい。俺の減ってるより見えへんねんけど。それはお前痛みたらやからな。ああ、そういうことか。なんか、タイムスリップしたみたいやな。俺もそんな何が趣味になるんやろ。キノコ狩りじゃん。キノコ狩るね。なんか100年ぐらいあれやろな、景色変わってないやろな。ああ。50年ってことはないで。古いで。もう建物のさ高さがちゃうもん。なんでここに住むやん。引っ越したよ。むちゃくちゃ言うな。だって意味あるここに住む。うん、うん、なんかあるんじゃん。人が渡りようわ。おじいちゃんおばあちゃん。うん、 BBA やな。ババア、なんか絵に描いたようなジジイとババアやとか。ちょっとジジイがしゃくれとった。あ、気持ちいいな、これ。あの、落ち葉気をつけて。あ、言うて太鼓来たよ。遅い。あ、おばちゃんが歩いとった。あ、なんか雪降っと、雪。雪。雪やん、雪やん。雪はあかんやろ。こんなもんちゃうかったよね、新州。あ、そう。あ、だって下に積もってくんねんね。そう、それは、それは恐怖でしかないな。残ってきたよね。だってお前に電話したよ、寂しくて。お前は。そうだね。どうしようじゃなくて、もうな、保険とも嫌やし。よう言ったな。しかないやん、そこで通行止めって言われたらどうすんのみたいな。一人でよう、そんな怖いんやろ。怖かったよ。20キロぐらい戻らなあかんに来た道を通行止め看板で。分かっとっていけへん。冒険かいな。だって、うん、Google がこっち行けって書いてんねん。この人どうする？抜く抜く。抜く。うわ、あかんあかん、ゴツに来た。ゴツに来てるぞ。あ、最近。お前もゴツに。あと40秒あるから大丈夫や。うん、大丈夫、大丈夫。すげえ。乗りたいなぁ。トラック乗りたいなぁ。乗りたい。大型の免許欲しいなぁ。牽引と、俺牽引のやつでほんまバックで車庫入れしてみたいねんな。思うな。うん、あれめっちゃ気持ちいいらしいで、ピシッと止まったら。うん、大ちゃんが言うとった。あ、うん、あれもほんま気持ちいいでって言って、免許取りって言うとった。トレーラー貸したるわって言うとった。すごいな、みんな。あんたらうどん屋になろう思えへんもんな、誰も。ほんまやな。ルービー代表するうどん屋やろ。ほんまやな。な、うん、美味しいな。ああ、いつ行ってもいっぱいやからな。ああ、なんか申し訳ないなと思って、こう 忙しい時に俺が行ってみたいな。そうやな。ああ、だから一段落ついた時間とかで飯食ってなかったら行ったりとかするけどな。ああ、うん、お前なんか1年間一緒に住んでなかったか、寮で。そうか、そうか。ああ、喧嘩したで。喧嘩というのあいつがなんかブー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 ずっと文句言うとったわ。何やった、トイレットペーパー使いすぎとか言われてなかった。あ、言われてる。共同生活やからな。うん、怒ってあれやってた、靴脱いだらそれやー言われてる。そんな今まで言われたことないやん。目覚ましとか起きられへんからさ、大きいの起こったんやけど、ほんなら隣の部屋から入ってきて、ダダダダダダ、起きちゃーい。おい、非常ブレーキあるやん。ああ、あれかもだわ。ジーンってなるやつだから。で、スキーかなんか一緒にいたやつか。そう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 。ああ、ああ、なんかおったやつやな。そうそうそう。え、あいつってそんな怒るやつなの？なんかもっと。いや、お前で、お前で。めっちゃお前やで。でもだからもう、あ、もうひどすぎるんやろ。なあ。うん。何やん、なんか怒ることない。うわー、余ったバッグで包めとか言う。お前それを1、2枚ずつにして冷凍するんやとか、元気でできるやろ、教えてもらったり。あいつがまだドライフラワーみたいに作っとったら冷えへん。あ、俺分からへんやろ、枯れた草があるわ、捨てたやつ。乾かすだ
なんかその、しなあかんな、あれ。なんしたんやんな。そんなの、またどうなっとんの。全然合わんだよ。あいつめちゃめちゃ貴重面やもん。貴重面。うん。うん。温泉って書いてあるぞ。温泉なんかね。この辺なんだ。すごいとこやな。見てこれボロボロやん。これ持ち主誰なんやろ。危ないから。もうあれやろ、相続でもう分かる。ああ、分からんのやろな、持ち主が。で、この解体する金もないやん。そうやよな。で、誰が出すねんとかいう問題になるもんな。ああ、その間だ、今度いとこはとこになってくるね。あんなもん相続したら地獄やな。でも頭のやつとか言ってるやつはああいう田舎の潰れたパチンコ屋とかには入っておかせた。ああいうところでもその金儲けはできるやんなって思いながらいつも見てる。ただそれをお金にする能力は俺にはないだけで、やるやつはやるやろな。でもこんなとこ住みじゃないけどな。郵便局はね、こんなとこに。すごいやね。これでも気持ちいいな、この道。なんかな、な、なんかな。なんやろ。よかったなと思ってんねん。俺、高速降りてさ、パッと走る時に、なんやこんな道選択しやがってって、どうせ思っとんやろなとか思っとって。そんなん思わへんやん、別に。だから今日はこの道でいいやとか自分で言い聞かせながら、やっとこういう道来れたからよかったわ。じゃあ、これは元々のルートに入っとんやん、今。その、昼飯を食いに行くためだけに走っとうわけじゃない。まあ戻ったね、早速出たいだけど。あ、そうか。これはなんかまあまあいい道やな。ああ、もう着くで、あと2分。あ、これたまらん。え、行けよもう。いや、行けへんよ、もう着くでね。あ、そうか。うん、もうあと400メートル。300。うん、抜いて。で、行ってよって。あれを抜かして、さっき行けみたいな感じで。この前のトラックを後ろから見とったら見えんねん、このルートが。何が抜くルートが抜いていく3人のラインが見えた。病気よ。HMD チャンネル、チャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ドケリー。